ガンビット3およびアジェナディの模式図 KH-8 とは1966年7月から1984年4月までの長期にわたり使い続けられたアメリカ合衆国の偵察衛星でありキーホールシリーズのうちの一つである。この衛星はまた低高度監視活動プラットフォームとしても知られている。この衛星は写真フィルムとカメラを搭載し、 撮影済みのフィルムだけを再突入カプセルに入れて回収するフィルムリターン方式を採用した偵察衛星だった。カプセルは大気圏内をパラシュートで降下した後空中回収された。偵察衛星の地上解像度は最も荒い時でも0.5メートルを確保しており通常はもっと高精細な画像を送り届けていた。衛星の総重量は3 0 0 0ラムだった。 全54回の打ち上げを計画し、すべてバンデンバーグ空軍基地からタイタンロケットの派生型であるタイタン5で打ち上げられた。KH-8 はロッキードで生産された。カメラシステム及び衛星本体は KH-7 に引き続きニューヨークロチェスターにあるイーストマンコダックの A&O 部門で生産された。チェスにおける序盤戦の指て、 交渉を有利に進めるための駆け引きの技術、話術、会話における話の切り出し方を意味する言葉である、キャンビットというコードネームは、前任の偵察衛星である KH-7、キャンビットから引き継いだものである。KH-8、キャンビット -3 の、 写真撮影を担当する搭載区画 KH-8 フォトグラフィックペイロードセクションの実写 KH-8 のカメラ光学機構部は4台のカメラで構成されている。1971年に導入された KH-8B 型の主カメラは175.6インチの焦点距離があるシングルストリップカメラであり、地上目標の高解像写真を撮影できるよう設計されていた。 ストリップカメラでは、地表画像は、地上からの指令で操作ができる平面鏡で反射され、直径1.21メートルの固定式を面鏡の主鏡に入社される。主鏡は光を反射させ、この光の通路となる平面鏡中央部の円形に、くり抜かれた穴を通過させ、ロスコレクタに導く。衛星の近地点高度である75回以上空では、メインカメラは、 小さなスリット上階後部を通じ、フィルムを観光させる。撮影に際し、フィルムは稼働距離8.811インのフィルム稼働部に載せられており、活動した。地上撮影幅は幅 6.3km だった。結果、イメージスケールは2 8メートル、ミリメートルにすることが可能だった。構成位置、地形カメラ部分には、 焦点距離7 5ト、mm、ルの地形フレームカメラ1台、焦点距離9 0ト、mm、ルの構成カメラが2台、計3台のカメラで構成されていた。地形フレームカメラとは、衛星本体がローリングした時にカメラが向いていた地表の露出を取り、姿勢を検出するのに使われるカメラだった。構成カメラは、地形カメラと180度反対側の方向を観測し、星が広がる。 宇宙空間の撮影を行い、スタートラッカーのような機能を提供した。KH-8 に使用された写真フィルムはコダック製である。この写真フィルムは初期版の 1mm あたり50から100ラインの解像度を持つ3404型に始まり、衛星の高度化とともに、連綿と続く高精細なフィルムへの改良を加えられてきた。その後、 警察用途として引き続き使用されたフィルムには、1414 14型高解像度フィルム、SO-217 構成細、再流出フィルム、およびハロゲン加銀の結晶サイズと形状が非常によく、揃っている、フィルムシリーズが使われていた。ハロゲン加銀の結晶粒子サイズは、フィルムの改良とともにそのサイズを小さくしていった。SO-315 タイプ写真フィルムにおける、 粒子サイズは1550オングストロームであったが、さらに SO-312 タイプの1200オングストロームを経て、究極的には SO-409 タイプの900オングストロームという細粒度を成し遂げた。ギャンビット衛星は最適条件下において、常実のイーストマンコダックタイプ3404フィルムを使用し、 小ささで表記すれば0.28メートルから0.56メートルほどの大きさの地上目標を写真に記録することができたと推測される。コダックタイプ3409と同等の解像度がある1ミリメートルあたり320から630、対の線が写し込める高精細フィルムを使ったと仮定すれば、ギャンビットは5センチから6センチほどの非常に小さな 地上目標を撮影することができた可能性がある。ギャンビットシステムが実際に達成できただろう最高の地上解像度がどれほどのものだったのかは2012年現在に至るも秘密のままである。ギャンビットは軌道上にある物体を撮影することも可能だった。この能力はソビエト連邦の宇宙機を写真撮影するために開発されたものだったが、 最初にその能力を活かす機会が訪れたのは NASA のエンジニアからの要請で1973年の打ち上げで損傷を負ったスカイラブ宇宙ステーションの修繕計画を練るための撮影以来だった。KH-8 衛星の打ち上げからフィルム回収、軌道離脱までのミッション手順を描いた図1968年9月19日、KH-8 衛星で撮影された 旧ソ連の N-1 月ロケット1964年から1985年までの予算請求に基づき54回を数えた KH-8 計画の打ち上げの総コストを算出してみると1年度あたりの総費用は23億 US ドルの要求がなされていた。ただしこれは総額から一時的なコストを差し引いている。ありがとうございます。